裏ガリアメモリーズナイトリンク。こんばんは、シエロモートだよ。ウィルメッシュだよ。今夜はシエロ、君が答える番。うん、みんなの心に青空を見せてあげられたらいいな。君ならきっとできるよ。最初のお手紙はユッキーナさんから。自分は何かに集中することが苦手で、しばらくしたら脱線してしまいます。どうしたら集中が長く続くと思いますか？ああ、僕も身に覚えがあるな。気がつくと空を眺めちゃったり、仲良くしたいなって人がいたら話しかけちゃったり。シエロの行動力があだに。脱線してしまいそうな先をなくしちゃえばいいんじゃないかな。物も時間も場所も全てね。自分にはこれしかないって思ったらもう迷わないでしょ。君は決めたら本当にやるだろうから少し心配だよ。次のお手紙に行くね。猫子さんから。仲良くしたいなと思う人がいるのですが、きっかけ作りが分からず悩んでいます。シエロモートさんはそういう時どうしていますか？まずはその人が好きなものを知ることかな。相手との共通点になるし、自分が好きなものに興味を持ってくれたら嬉しいもの。俺たちが出会った時ってどんな話をしていたっけ？懐かしいな。ウィルは昔から変わらないよね。気がついたら共有する気持ちがたくさん増えていたし、ウィルがいるのが当たり前になっていたよ。この人もそんな関係になれるといいね。うん。お手紙は以上？まだまだたくさんあるけれど、今回はここまで。少しでも俺たちが力になれていたらいいな。うん。みんなの心に寄り添えていますように。それじゃあまた来週。夜が明けて青空が見えたらまた僕たちのことを思い出してね。